場の末端区間に待望の新車が来ました。というわけで皆様こんにちは。ここは鹿島神宮です。水戸とここ鹿島神宮を結ぶお笑い鹿島線との乗り換え駅で、辺りを見渡すとそれなりに栄えている印象ですね。ですがやっぱりローカル感は否めないところがある。ここ鹿島線の鹿島神宮駅、開発頑張ってはいそうだけど、ここにもついに待望の新車が来ました。やってきましたのは E131系、ピカピカですね。今年3月デビューの新入り車両です。ここもちょっと近未来的な気がする。老朽化が進む暴走地区の209系を置き換えるなどを目的として製造されました。なんかどこかで見たことある気もする車両ですね。 E129 系や E235 系に前面がちょっとだけ似ているからかもです。この黄水色のドットに新入りの心意気が見えますね。やあ、各国同社。あ、でもサムネイル用にもうちょっとだけ。確かにさっきとは印象が違って見えますけど、座席は大丈夫。争奪戦は平気でした。方向幕は E129 系と似た感じで、路線ごとに種別の背景色を変える感じですね。この辺りは E233 系にも似てますね。防犯カメラも設置され、ワンマン運転にも対応できます。需要が少ないことを受けて。ですです。詳しいことは後述しますね。お待たせしました。そろそろ乗車のお時間でございます。押しボタン式なんですね。先代の209系にはなかった機能です。需要を考えたら押しボタンの方がいいのかも。ドアチャイムは E233 系チックですね。テレビがある。17インチの LCD も視認性抜群です。三菱セサミクロの LCD ですね。最強線 E233 系みたいなデザインです。LCD が千鳥配置なのはちょっと気になりますが、そこは仕方ないのかも。あと何かあった時のために、外に出る方法も記載されています。これは千鳥配置じゃないですね。座って、はしごで、画像でわかりやすく示されていますね。2022つ。輝かしいですね。生まれたてほやほやの車両。当然トイレも輝かしい進化を見せていることでしょう。またすぐそっちに走る。トイレオープンです。トイレトイレトイレ。今までと大きくは変わりませんね。特に用はありませんので閉めます。最近こればっか。ボックスシートも配置し着席需要に対応。足元狭そうですね。4ドアボックスシートの宿命です。ほとんどはロングシートになっており、混雑にも対応できます。2両にした代わりにでしょうか。ボックスの数は大幅減少。座席は快適ですか。まだ硬いですね。そのうち柔らかくなっていくでしょうけど、ガチコチってほどではない。なんというか柔らかくなる素質のある硬さです。209系とはまた違うというか、説明がつきにくいですけど、そんな感じです。この座席仕切りは E235 系1000番台とほぼ同じ形ですね。しっかりもたれかかれそうですね。E235 系と似たような感じで車椅子スペースや優先席スペースも完備。ちゃんとバリアフリーに対応した設計。見れば見るほど E235 系ですね。あ、釣り革は E235 系1000番台や E231 系と共通みたいですね。あら、二等辺三角形型じゃないんですね。ドアが閉まります。ご注意ください。
停車音にも注目です。とあるんですよね。これが何を意味するかと言いますと、他路線への導入も示唆しているということが伺えます。ってことは別路線にも E131 系がとは言いますが、京浜東北線 E233 系も減価償却期間である13年がすでに過ぎています。もう13年なんですか。もうそんなに経ったんですね。主要路線に大規模な新車導入が行われる際は E131 系でなく E233 系が転属になるかもです。家庭だから先のことはわからないけど。ところで、この E131 系には大回り乗車でも乗ることができます。上総一宮でも乗り換えは必要になりましたけどね。乗り換え回数は増えちゃったんですか。おそらくですが、1回減ってます。立山で頻繁に起こっていた40分待ちの消滅は大きいです。あれ、でも木更津、機密で乗り換え必須では。もともと内房線の千葉始発の阿波鴨川行きってほぼなかった上、上りもだいたい総武快速線との接続があるので、外房線下り、内房線上りとなると木更津の手前の機密で乗り換えてたんですよね。やっぱり乗り換え回数は変わらずか減った。いや、大回りは特になんかしてなさそうですね。というとそうでもなく、座席数は減った上に車両が最大3時間変わらないので、関取合戦に負けて、かつ乗客が変わらないと終わります。唯一の希望としては、阿波鴨川など主要駅で観光目的に降りる人がいるかです。あとは譲り合いの精神ですね。譲り合い、雰囲気が道徳の授業みたいになってません。まあとにかく暴走大回りの際は譲り合うか戦争かです。やっぱり道徳の授業じゃない。次が終点の佐原みたいです。E131 系はここでおしまいです。液晶も見た目が変わった。次が終点だからでしょうか。ところで路線図は成田までありますが、 E131 系って成田まで行くんですか。ちゃんと成田行きの E131 系運用もあるみたいです。撮影時は気がつかなかったんですが、ボックス横の2列ロングシートの足元部分が E129 系と違いますね。E129 系ってどうでしたっけ。足元にどっしりとヒーターがあって、ちょっと窮屈な設計になってます。これがどうかで割と居住性が変わってきます。地味に重要なポイント。あともう一つ E129 系と違う点を述べると、ドア窓の形が違います。 E129 系は丸めなのに対し、カクカクしてますね。E235 系と揃えられているところですね。ついでに言うと、黄色い部分のグラデーションも E235 系テイストです。もう間もなく終点のようです。最後は減速音とともに、
サワラに到着。少しだけボックスシートも見させてください。あれ、ドリンクホルダー。代わりに窓枠部分が少し広くなっていますね。今後はこの E131系が、内房外房、鹿島線など千葉の行楽地を支える存在に。それを見守る209系。どちらもしっかり頑張ってもらいたいものですね。ですね。それでは、本日はここまでです。また次も見てほしい。よろしければチャンネル登録。128番。ラーメン食べたい。